ああこれは最高よ。ちょっとこうといい音したね。はいどうもレイレイさんリュウジです。はいということでですね、今回はノリに乗ってきたんで酒の感じがね、今回はですねおつまみにも食にもなるっていうですね最高の美味しいですねキムチチヂミをやっていきたいと思います。チヂミってなんかどうやって作っていいか分かんないって方多くないですか。なんですけどもね、実はねめちゃくちゃ簡単にできるんですね。コツさえ、掴めばですねかなり少ない材料でめちゃくちゃ美味しいものができるんで、今回はそれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、もう簡単、豚、もうこれね、僕はこま肉でやります。バラの方が、まあ、美味しさはあるんですけども、こま肉でもできるってことをちょっとやりたかったんで、バラでも、こまでも、ロースでも、大丈夫です。はい。キムチ。僕が好きなのは、日本産の甘いキムチです。で、玉ねぎが4分の1個。だいたい 60g ぐらいですね。で、あとは、調味料は概要欄に書いてあります。はい、そちらをチェックしていただいて、ください。はい、ではですね、チヂミといえばもうあれでしょ、韓国料理なんでチヂミはね、韓国の気分に浸りたいんで、達也いつもチャミスルのもんでね。チャミスル好きな人。赤い酒のお姉さん小雪です。達也もやばいやばい。はい、ということでやっていきたいと思います。まず玉ねぎ、もう普通に薄切りです。はい、ね、これ超簡単だから、うん、はい、こんな感じね。はい、はい、で、こま肉はこうやってこうザクッとね、細かく切っちゃう。うん、うん、キムチを包丁で叩くとまな板汚れるし、赤いのがまな板つくのもめちゃくちゃ嫌いなの。わかる。うちのまな板とか白いからさ、うん、赤くなっちゃうんだよ。そう、ほとんどの家のまな板白いよね。そうだよね。俺はそれが嫌いで黒いまな板使ってるけど、うん、これすごくいいと思う。間違いない、ね、間違いない。キムチもちょっと細かい方が美味しい。小麦粉と薄力粉を測ってくんだけど、粉物の場合は、うん、グラム測った方が絶対失敗しないから測ってほしいです。薄力粉ね、大さじ1半ぐらいで、片栗粉1半ぐらいなんだけど、うん、まあできればグラム測ってほしい。半々で合わせて 50g、うんうん、これは2つ入れることによってふわふわとさっくりになるんでしたっけ。そういうことです。薄力粉がちょっとふかっとした食感になって、うん、片栗粉が結構サクッとした食感になるんで、うんうん、半々が僕はいいと思います。あまりの炭酸水、はい、炭酸水がもしない方は水でも大丈夫です。炭酸水のはさっくり粉、はい、炭酸水入れます。これはね、この混ぜてる中で気泡が立って、そこがさっくりいくんですね。さっくり混ぜ合わせます。はい、はい、泡立っても分かる分かる。これがサクサクのサクになる。シュワシュワ言ってるね、うん、マナブを4分の1入れていきます。マナブ、マナブです。味の素、味パンダ、1、2、3、4、5、6、はい、キムチって結構塩気強いじゃない。はい、これ味のとがりをまろやかにしてる。あんちゃんノンアルで私だけ飲むっていう回があってもいいかもしれない。ああそうですね。そうそうそう、俺の代わりに飲みますみたいな。飲みたいなって思ったら私が飲むから。そう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 。視聴者さんがすごく心配するから、あ、うん、肝臓をね。そう、家族より心配してくれてるもんね。うちのさ、新年と新年会さ、うん、はい、必ずさ最初にさ守護伝説を渡されるじゃん。もちろん前菜ですから。もちろんじゃねえ。そんな実家あるか。さっくり混ぜます。はい、このね、配合がね、何回も試したけど、うん、一番美味しい。じゃあこれで焼いていきます。はい、じゃあ、早速焼いていきたいと思います。はい、まず、中火にするんですね。うん、ごま油を、大体ね、小さじ2杯ぐらい。チヂミ焼く時の油は結構たっぷりめの方が美味しいです。サラダ油、うん、これも、ごま油と同量だから小さじ2ずつ、はいはい、それぐらいでやると、ほら、結構こう、全体に行き渡るぐらいの、そうだね、油のようになるでしょ。これぐらいで焼くのがパリッといくコツです。ごま油だけだとコストもかかるし、うん、かなりごま油の香りがするんで、うん、サラダ油とちょっと今回混ぜる。はい、いい匂い、うん、あ、それ俺の先輩として。でも小雪は僕の家族ということもあるんで、家族の肝臓を心配して今日来てくれたってことでいいんですね。はい、肝臓タンクということで。そうですね、はい、じゃあここで、はい、温まったんでこれ入れていきます。火加減はね、ちょっと強めの中火ぐらいでいいです。酒飲みなんで、炭水化物は極力取りたくないというか、カロリーは酒から取りたいから。そう、カロリーは酒から取りたい、名言みたいな言う。ちょっと
押し付けながらやると、またね、薄くなって、これがまた酒飲みにいいっていう、押し付けながらね、焼くと、はい、どん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 薄くなっていく。うん、いいね、端がちょっとチリチリしてきたよ。そうなんですよ。油ここでケチっちゃうと、うん、パスッといかないですよ。はい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 、あ、違う、サクッと。パスッととは2分とか3分ぐらい焼いたものなんですけど、うん、1回ひっくり返したい。ひっくり返したい時にこうやって蓋、はいはい、蓋ね、はいはいはい、蓋に乗せるんですよ。おう、こう、あーい、おいえいえ、あーい、素晴らしい。裏面油足んないんですよ。なんでここでまあだいたいごま油、あ、小さじ1杯ぐらいの極悪だな、はい、サラダ油を、足りないところに周りから足していくような。やってるわ。あー、これは最高よ。まあ、片面 2,3 分の、はいはい、片面 2,3 分焼いていただいて、焼き目はこの感じ。うーん、中火で焼いていく。はいはい、まな板で切り分けようかな、これを。こうまな板に乗せちゃう。まあ、9個に分ける。関西のお好み焼きスタイルね。そうね。いい音したね。ここにもうこうやって乗せちゃう。最高。じゃあね、タレ、ごめんなさい、ちょっと順序違ってたんですけど、第一、はい、醤油第一、お酢です。小さじ2だよ、これ小さじ2、はいはい、はい、大さじ1の2分の1ですね。うん、3分の2、これぐらいですね。砂糖は測るんだみたいなね。これね、混ぜるとね、ちょっと赤みがかったいいタレになるんですよ。いりごまをちょっとひねって、おいげいげ、おい、ということで豚キムチチヂミ、はい、そして、最後のタレ完成でございます。はい、ではですね、できましたので、お供がない、はい、ということで乾杯。乾杯。さあ、いただかせていただきます。ここら辺めっちゃいいと、ここ、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃうまいな。焼き加減最高じゃない。うん、めっちゃうまいね。キムチはシャキシャキなの、うん、玉ねぎがホクホク、絶妙な食感の違いが最高。ああ、どんぐらい、もういい、もうたらりと、ああいいですね。めっちゃ酒とかに変化しました。最初に乾杯した達山で呼びましょう。たくーん、たくーん、これ身内の集まりじゃん。うちの家族たちはやっぱ大歓喜。いただきます。はい、すぐ行きます。うまい。食感もやっぱり食感すごいよね。ごま油、ごま油してないのがちょうどいいし。そう、ごま油だけだと結構くどくなっちゃうんだよ、うん、でも割とパリッとさせてるんだけど、さらっと食えるというか、ラー油食べてないから、うん、ちょっとラー油を、うん、うまい、うまい、うまい。キムチもなんかちょっとこう甘い感じ、日本産のキムチだから、うん、甘さも結構いいのかなっていうところ。全然こってりしてない、揚げ物みたいな感覚全然ないし、うん、最後ということで、記録をこれはこれはもう家族の集まりだから、これこれ以上ちょっとさすがに、何回も何回もこの3人で飲んでるから、ね、年越しも何回も年越しも何回もこの3人とうちの両親とかで過ごしてる。そうそうそう、父兄同伴でね。ということで、最高なんで、ぜひ試してみてください。美味しかった。くぅ、いいね。ね、早く出たい、早く画角から出たいみたいな。マシっそよ。付き合い10年来だからね。そうですね、家族ぐるみの家族ぐるみの付き合いなんで、付き合いでございます。はい、あんまり知られたくないっぽい。そんなこと、今度お母さんも呼ぼう。お母さんも呼ぼう。